皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。成績アップ勉強のコツ、今回は予習で成績を上げやすい数学、こういうタイトルでお話しします。数学っていうのは教科書を読んでなんか言葉の意味を調べる、そんなことはほとんどないですよね。そういう意味でも予習はしやすい科目なんです。で、予習の内容なんですけれど、予習の量、これ中学生を例にとっていますけれど、これは次の授業の1回分ね、次の授業の1回分、これだけを予習しましょう。教科書のページ数でと 2,3 ページから多くても4ページくらいだと思います。問題集やドリルを使って予習してもいいんですけれど、一番おすすめなのは教科書の例題を使った予習です。例題には解き方とか考え方、これが説明してありますよね。ですから教科書、その例題を見ればその内容がわかるわけです。そこを利用して次の授業でどんなことを勉強するのか、とこれを確認しておきましょう。そして計算方法や答え方で、よくわからないな、難しいな、これなんだろうと思う部分があったら、その部分に印をつけておきます。簡単な問題だったら計算問題なんかは解いちゃっても構わないんですけれどね、まあ分からない部分、印をつけます。そして実際の授業で予習で印をつけた部分、その部分、つまり分かりづらかった、分かりにくかった部分ですね、その部分を学校の先生がどんな風に説明してくれるか集中して聞いてください。ここが大切ですね。自分が分からなかった部分、分かりづらかった部分を学校の先生がどんな風に説明してくれるか、ここを聞き逃さないことです。このようにしていくと予習で授業の理解度、これがぐっと上がります。ぜひ数学で予習してみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。